先発東浜でした。まず立ち上がりからね、満塁のピンチがありました。はい、スラウト取った後からでしたけども、球がランナー出したら浮き始めたんですが、ここはね、粘ってね、ドラ1ルーキーの上田を三振に切って取りました。ピンチをしのぎます。その裏、今日打順1番に入りました今宮、得意のメルセデス。いやー、頑張ってますよね。第1号、先頭打者。よく飛びましたね。はい。ソフトバンクが1点を取ります。回は飛んで5回です。東浜下位打線からの攻撃でした。その後三者凡退が続いていくんですよね。球も走ってますし、コントロールもいいですし、ストライクゾーンの中にどんどん攻めていってるのが良かったですね。もう初回だけでしたね。あとは本当に良かったです。3イニング連続三者凡退に抑えました。さあ、なんとか援護点をというところでしたが、この回の攻撃、なかなかあと一般が出ないと、頭あんまり出してね、出させてもらえなかったんですけどね。メルセデスもいいピッチングでした。よかったですね。よく粘ってピッチングしてましたよ。6回ワンアウトから外、綺麗に捉えました。ちょっと中に入ってしまったかなという球でしたね。同点弾、チームにとっても今シーズンの1本目、1対1同点です。さあ、その後のメルセデス、6回も行きました。この回、下位打線から3者連続三振でした。いや、この辺良かったですよ。またこの球数からギアが上がるのかなという感じでしたけどね。ナイスピッチングでした、メルセデス。さあ、7回です。ランナー1塁から、そしてここから西村登場。西村良かったですね。本当に自分の間でうまくストライクとこの出し入れができるピッチャーですよね。引き継いだランナーだったんですが、後続3人できっちり三振を2つ奪いました。さあ、8回です。藤井、ちょっと今日ね、コントロール定まりませんでした。自分でフォアボール出した後に、勝っていくというね。そして外、やっとこう火がついてきたかなという感じですね。ポランコ、体動かせないですね。これはやっぱ回の配球のものもありましたけどね。9回です。オスナが登板してまいりました。千葉ロッテマリーンズはチャンス、代打角中、ここぞで仕事しましたね。詰まりながらっていうのは逆に良かったですよね。勝ち越しのタイムリーヒット、ようやく次の1点が入ります。2対1になりました。ただその裏、ホークスは満塁、マウンド上はクローザーの増田、栗原、押し出しなんですよ。まあ、押し出しだけの点だったっていうのがね、もったいないところでしたね。さらにウォーカー、惜しかったですよね。レフトフライでした。延長にもつれます。延長の12回です。ロッテチャンス、ランナー2人を置いています。マウンド上、今シーズン初登場の又吉、荻野、やっぱ甘い球は見逃さない。もうこれもね、取れたかなと思ったんですけどね。2者を迎え入れます。ベテラン荻野の勝ち越しのタイムリー。その裏、強いボールを持つ横山、しかし今日のゲームは延長12回までもつれて、千葉ロッテマリーンズが4対2で勝ちました。放送席、そしてマリーンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは決勝の2点タイムリーヒット、荻野選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。いや、長い試合になりましたけれども、荻野選手の一打でこの試合制しました。どんなお気持ちでしょうか。とにかく本当に、勝てたことが一番嬉しいです。タイムリーの場面は初球でした。狙いとしてはどうだったんでしょうか。甘い球が来れば初球から、攻めていこうと思っていたので、いい結果につながってよかったと思います。打球の行方、微妙なところでしたけれども、抜けた瞬間いかがでしたでしょうか。近藤選手がダイビングしてちょっと捉えるかなと思ったんですけども、なんとか抜けてくれて、よかったです。今日はピッチャー陣も本当によく踏ん張りました。その頑張りにも応える形になりましたね。なかなか野手陣が、点を取ってあげられてなかったんで、その中で本当にピッチャー陣が、粘り強く投げてくれてたので、最後はなんとかしたいなと思ってました。まだシーズン序盤ではありますけれども、こういった接戦をものにできたことは明日以降どうつながっていきそうでしょうか。今日勝てたことは本当に大きかったと思うので、明日以降も粘り強く一戦一戦勝ちにこだわってやっていきたいなと思います。では最後に、この時間までまだこれだけのマリーンズファンが残ってくれています。ファンの皆さんにメッセージお願いします。今日も応援ありがとうございました。明日からも、頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー荻野選手でした。ベテランになっても大変謙虚な姿勢でヒーローインタビューに答えていました荻野選手です。やっぱりチームというのはベテランの力というのは本当に大きいですね。使いどころというのが非常に大事になってくるのかもしれませんね、もしかすると、その若手も伸ばさなきゃいけない、チームとしてこう変換する過渡期になっている状況の中で、そのベテランの力が必要なんですけど、若手を使ってチームを作りながらそこでベテランの力を借りるという。そういうところを吉井監督が考えたりしてるんじゃないかなというふうには思いますけどね。本当に最後の最後まで取ってましたもんね。その分やっぱり怖くなりましたよね、結果的には。